アメリカ国務省は1日、世界各国の人身売買に関する2021年版の報告書を発表し、その中で日本の外国人技能実習制度について業者が悪用していると指摘しました。アメリカ国務省が発表した報告書では、日本について国内外の業者が外国人技能実習制度を外国人労働者搾取のために悪用し続けていると懸念を示しました。 さらに政府当局の監視を強めるなどの措置が必要だと明記し人身売買への処分が抑止には十分ではないとして厳罰化も求めました一方外国人技能実習制度の問題に取り組む英雄として東京の指宿章一弁護士を選んでいます